い、こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は飯塚知恵さん、はい、飯塚知恵さんによるドライバーが安定しないとか、はい、OB を連発してしまうといった方に向けた特別レッスン動画になっています。これはもう男性必見ですね。うん、はい、ね、みんなドライバーね、OB しちゃうと思うんですけど、うん、まあ、動画の内容は、うん、ドライバーが超安定する方法と、うん、OB しないコツです。これは気になる。いや、結構やっぱ飛ばしたいけど、うん、曲げたくないが本音じゃないですか。まあ、そうだね、そうだね。まっすぐズーンってね、そう打ちたいよね。そう、でもやっぱり飛ばす人のリスクとしては、うん、曲がりやすいっていうイメージがあるから、うんうんうん、そうですね。1か、じゃあ0か100かみたいな。確かにそんなところあるよね。あるあるある、うん、といったところですね、はい、この動画ではドライバーが安定する方法と、うん、OB を出さない秘訣について非常に分かりやすく解説していただいてます、はいはい、この動画を最後までご覧いただき練習をすることで安定したドライバーを打てることはもちろん絶対に OB しなくなります。絶対に、はい、はい、絶対にです、はい。普段絶対に聞けないような有料級のノウハウをたっぷりと詰め込んだ貴重な動画となっているので、はい、ぜひ最後までご覧ください、はい。また動画の最後で皆さんにお知らせ、はい、お知らせもありますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。はい、お知らせです。お知らせです、はい、では早速レッスンに入っていきたいと思います。はい、ポチ。知恵さん、今日のレッスンお願いします。はい、本日はドライバーが超安定する OB しないコツのお話をしていきたいと思います。お願いします。本日は3つのコツでお話ししていきたいと思います。はい、まず1つ目はですね、前回もやったんですが、やはりフェーズ面とっても大事になってきます。フェーズ面を整えるっていうのは前回やってるので、そちらも合わせてみてください。そしてティーショットの時にやってほしいフェース面の気をつけ方を今日はやっていきたいと思います。はい、まず1つ目のコツをやっていきたいと思います。1つ目のコツはテイクバックでのフェースの位置を確認していきます。確認するポジションは時計の針でいうと8時です。はい、8時の時にフェースの面をチェックしていきましょう。8時まで上げて、この時のフェースの面ですね、画像で分かるかな。はい、はい、分かります。このポイントとしては前傾姿勢より立たないこと、はい、多くの方が地面と垂直ぐらいになってしまっている方がとっても多いです。この状態ですと自分でフェースを返さなきゃいけなかったりとか、返せなかった時に右にすっ飛んでスライスしてしまう可能性があるので、まずはテイクバック8時の時のフェースの向きをチェックしてください。前傾姿勢を目安にしてやってみてください。はい、皆さん、なぜこのフェースの面を気をつけなきゃいけないのって思いますよね。はい、これなぜかというと、ちょっと難しい話していいですかね。はい、はい、このフェースの向きとこのスイング軌道ってすっごく密接な関係にありまして、単純にいきます。開いた状態、地面と垂直、またはそれ以上に開いた場合、この場合はフェースを戻そうとする、フェースをスクエアに戻そうとする腕の力が働くので、鋭角、みんなが嫌がってるアウトサイドイン軌道になりやすいんですよね。なるほど、はい、でフェースをスクエアに保ってあげる、まあ、閉じて感じる方もいらっしゃるんですけども、まあ、スクエアで呼んでおります。スクエアな状態でいきますと、はい、逆にここから手を返す、手を動かしてしまうと左にボールがいっちゃうので、ちょっと後ろから来るんですよね、うん、これよくなんかみんなやってますよね、うん、後ろから来たいとかシャドウしたいとか、うん、やってますね。やりますよね、はい、これフェースの面を無視してシャドウって作れないのと一緒で、はい、閉じれれば閉じれるほどインサイドから来ます。開いちゃえば開いちゃうほどアウトサイドイン軌道になるっていうことから、スタート頑張っていきましょうということです。最初も、はい、それでですね、これどこからどこまでがスクエアだったらいいのっていう話ですよね。次に、うん、はい、
これ大事なポイントが切り返し直前なんですよ。切り返し直前です。今は8時だったりハーフウェイバックでチェックしてますが、一番大事なのがこの切り返す直前にどっち向いてるかなんですね。これとっても大事な話なんで何回もこう巻き戻しして聞いてほしいんですけども、はい、フェースが切り返し直前でスクエアな状態を保っていられると、クラブってフェースが前を向こうとするクラブの慣性が働くんですね。で、これが逆に切り返し直前でフェースが開いてしまうと返ってこないんですよね。これやってみてください。ってことはですよ、開いた状態で返ってこないものを一生懸命打ってる人覚えありますよね。私ですね。ジュンさんどうか分かんないんですけど、まだ多分視聴者の方、あ、もしかしてズキズキってなってる方多いと思うんですけども、うん、はい、これもう開いた途端もうアウトサイド起動しかできません。はい、うん、なぜかというと開いたものをインサイドから打ったらやばいですよね。すごい、はい、どこ向いちゃってるのって感じ、ね、そうなんですよ。なのでどっかで肩の突っ込みだったり、うん、嫌な動き入ってきますよね。はい、で肩が突っ込みすぎると届きすぎるから伸び上がる、で連続ドラマが続くんですよね。はい、ということで最初のスタート、フェースの向き、次につながるクラブの完成に関わってくるので、8時ハーフウェイバックまではまず気をつけてみましょう。はい、はいはい、それでは2つ目はクラブを短く持ちます。はい、皆さんこれ長く持った方が飛ぶと思ってる方が多いんですけども、意外と長く持っ、例えばですよ、トンカチ皆さんお家にありますよね。ないですね。ないですね。あったと想定します。はい、目いっぱい持ってください、うん、これ目いっぱい持つとトンカチの効果出ないんですね。あ、はい、ただ真ん中、トンカチもそうですよね、真ん中持ってあげると、はい、このテコの原理も利用できて振ることができるので、なるべく目いっぱい持たないことは大前提なんですが、今日は絶対 OB にさせたくないので真ん中握っちゃいます。はい、なので通常よりやや短く握ることによってクラブの慣性を落としていきます。はい、先ほど開きやすいよっていう慣性がある中で押さえていく動きをやりましたね。はい、これをですね短く持つことによってその慣性をより押さえていけるっていうことで短く持ってもらいます。はい、はい、なので緊張した時とかね、朝一の電車と緊張しますよね。はい、はい、こんな時は1インチ短く持って真ん中ぐらい持っちゃうんですね。うん、はい、本当にひどいともうフリップ終わりぐらいまで握っちゃっても OK です。はい、そんなに飛距離変わんないんですよね。へー、はい、なのでぜひやってみてください。はい、はい、それでは3つ目とっても重要です、やっていきたいと思います。3つ目はですね、呪文を唱えます。これ一番気になってました。呪文です。呪文、はい、どんな呪文かというと、はい、これすごく単純なんですけども、アドレスが1、テイクバックが2、ダウンスイングフォローにかけて3という形で1、2、3、言葉にしながらその言葉に体をついていかせます。うん、はい、これなんでこの呪文を唱えるといいかというと、リズムが整うんですよ。はい、でリズムが整うと入射角が整うんですよ。へえ、はい、入射角が整うと大きなミスは出ないですよね。うんうん、はい、天ぷらやこう低い球やとか出なくなったりするので、呪文を唱えてリズムを整えてください。はい、リズムを整えて入射角を整えちゃってください。はい、はい、これポイントがですね、うん、最初は1、2、3を振るときに言葉と体がずれちゃうことがあるので、そこは皆さん会うまで1、2、3と素振りでやってあげて、本番で実際心の中で1、2、3でやる方、もしくは言葉に出しちゃっても OK です。これ意外と聞こえないんですよね。はい、実際私も昔試合やってた頃、もう緊張してどうしようもない時は
言ってました。へえ、はい、もう1、2、3って言いながらもう振っちゃって周り全然聞こえないんですよね。なので勇気を振り絞って呪文を唱えてみてください。やってみます。はい、チェ先生ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のドライバーが安定し OB しないコツいかがでしたか。いかがでしたか。私もこの方法で安定したドライバーを打つことができるようになったので、うんうんうん、皆さんもぜひ実践してみてください。はい、 いやでも銃本当に最近曲がんない。曲がないでしょ。飛んでるけど安定してるでしょ、うん、はい、いいチューブフェード的ないつもね、うん、出てきちゃってるでしょ、うん、いい、はい、ということで皆さんぜひやってみてくださいね。はい、それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。公式 LINE ができました。今まで声がなかったからね、うん、確かにね、あってもおかしくないもんね。そう、うん、でこちらの公式 LINE では、うん、ゴルフの練習を継続できて、うん、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください、うん、はい、ちなみに友達登録をしていただいた方には、うん、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています、うんうん、はい、この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします。はい、はい、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります、はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルではゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます、はい、なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方はコメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。